はい、今回はですね、大人気のポケモン GO ですけれどもね、私レベル40ですね。全然大したことないよっていう人も多いかと思いますけども、実は出戻りでして、始めた日がですね、2016年の7月22ということで、リリースされた日か、それもしくは翌日ですかね。ということで今回はですね、なかなか取れない個体値100。個体値100ってどれぐらいの確率で出るんでしょうかということで、私のデータですけどもね、まあ捕まえたポケモンの数が36,938。まあレベル40にしたらまあこんなもんでしょうということですけどもね、実際に個体値100ってどれぐらい取れてるのということで、一応タグ付けしてね、タグ個体値100、これ全部個体値100ですね。一応名前も変えて最後に100ってこう変更してるんですけどもね、本当に個体値100なんだいって、ちょっと実際ちょっと何個かポケモンを調べてもらうね。これほらね、そう言ってないでしょ。でほらこれすごいよ、リザードン個体値100で、伝説はね、一つもね、個体値100ないんですよ。ねえ。個体値100出るまでやれよって言われたらそれまでなんですけどもね。エルレイド結構すごいでしょ？満タイン。ほら、嘘言ってないでしょ？これいいでしょ？バッチャーも。持ってる人いますか？これ。で、今回はね、このね、第一尺第36,000匹捕まえてどれだけ取れたのということで、私の場合はこれだけです。9匹少ねーってね、笑われているかもしれませんが、実際ね、この9匹という確率なんですけどもね、電卓せっかくあるから使ってみますかね。ちょっとさっきのもう一回ちょっとね、個数36938 はかけることの100 0.0243% ですかね。これが私の100% 個体値の出る確率です。まあ2、3匹間違ってね、最初の頃ね、個体値とかあんまり見てなかった頃の半年間。実は半年間やって、出戻りで2020年の8月から2021年の春にかけて、ガンガンやったんですけどもね、まあ 0.024% ですね、私の場合の 100% 個体値ね。え、皆さんどうなんでしょうかね。ということでですね、ポケモン GO 大人気ですね。なんで大人気なのかなって思ってるかっていうと、こうジムとかでね、伝説のレイドとかね、やるときですね、もうここの我が町のこの少ない我が町にもね、9人とか15人とかボワーッと集まってくるんですよ。しかもレベルが45とか47とか、たまにレベル50とか49とか、いやー、こんなちっちゃな町でもこんなにやってる人いるんだって明らかにね、わかる瞬間があるのでございます。
ということでね、私もレベル50を目指しましてですね、日々ひたすらですね、ポケモンを捕まえる日々なんですよね。ぜひともね、途中で諦めてしまったあなた、復活組、出戻り組ということでね、もう一度復活して頑張ってみませんか。楽しいですよ。 100% これだけ確率低いのにね、 100% 個体値できてた時の喜びと言ったら、もう本当にすごいものがあります。ということで今日はですね、個体値100、あなたは何匹捕まえてますか、その確率はどんなもんでしょうか、ということでね、私は 0.0243 かな、さっきの。ということでね、もう一度ね、0.0243% ということで、確率をもうちょっとね、これ確率に合わせると4000匹ぐらいか。4000匹ぐらい捕まえて、1匹 100% 個体値が取れるかどうかってところですね。はい、ということで今回は 100% 個体値ポケモン GO で捕まえるのにどれだけの確率なんですか、あなたはどれだけですか。もしかしたらね、もっとね、伝説レードとかいっぱいやってる方はね、確率いいかと思いますけどもね、わかんないですけどもね、私は3万6000匹ぐらい捕まえて、たったの9匹、個体値100、出ましたよ。もしくはこんなポケモンが個体値100出ましたよ、ということで、お伝えいたしました。ちょっとでもちょっとでも参考になれば幸いです。他にもですね、ポケモン GO のね、動画とか何個か上げてますんでね、他もね、参考にしていただけたら幸いです。今日は最後までありがとうございます。失礼いたします。